はい、どうもー。はい、どうもはい。じゃあ、ちょっと、せっかくなんで、まあ、こういう機会だからってわけじゃないんですけど、なかなか普段先生とゆっくり喋る機会もないので、ね、まあ、ちょっとこのタイミングでマリナにいろいろ聞いてみたいと、はい、聞かれます。いえ。思います。はい、いえ。はい。っていうか、俺、そもそも、はいはい、マリナとどういう関係だ確かに。そうですよね。なんか、何やろ、マリナがやってるチームのことかは一応俺の生徒っていうか、まあ、クラス来てた子たちもいて、そこのチームメイトなのね。そうです、そうです。あれ、もともとがエンジェルってところでダンス始めて、で、タケ。そうです、ずっと。あ、でも最初は全然違う先生に習ってきて、その多分タケさんに習う前に、その月曜日にいい先生がいるよっていう情報を、もらってて、それがマー先生だったんですよ。で私もダンス習いたてだったんですよ、高校生、高2ぐらいかな、エンジェル通い始めた時は。で、その時にヒップホップがっつりやっていきたいなと思って、よし、じゃあ月曜日のマー先生に行くぞって思ったら、やめちゃいましてそうなんです人生のちょうどここに私も当てちゃったみたいに惜しくも受けれずと思って、そしたら多分代わりに滝さんが来てくれたんですよね。まあ、もうそこからロックエルダーを知っちゃって、もうドハマりしまして見まくって、で、そこからロックエルダーナンバーっていう伝説のナンバーがあったんですよ。もうそれもうなんかフリーペーパーがなんか載ってたんですよね。そうそうだね。もう仲間同士でこれはもう絶対行こうとなりまして、で、そこでですね、多分最初はそうだ、一方的には知ってました、だからずっと。そっか。そうです。でもなんか憧れが。じゃあ俺レッスンはしたことないってことね。そうです、そうです。もうロックエルダーナンバーカラーで、そっから多分ちょうどイベントめっちゃロックエルダーで出てる時で、ほとんど多分見に行けるやつは深夜は行けなかったけど、あ、ちょこちょこ行ってた。でもなんかその行けるやつは全部行って、多分その時はちょこちょこ挨拶とかをもう覚えてもらおうと多分必死になんか名前言ってみたいな感じを多分繰り返してて、で、そこからですね、ちょうど私もそのレッスンも持たせてもらうようになって、いろんなスタジオ でキッズ育成とかにすごい興味があって、そうで、マーさんに多分ダイレクトのメッセージかなんかで、マーさんのレッスン発表会かな、行きたいんですっていう連絡を、はいはいはい、そうなんですよ。そこで発表会、そう、ありがたいことにお手伝いをね、物販とかやってました。そうだ私そうだ結構そうだ結構ずっとやってました。 T シャツ売ってました。そうだ、ね、めちゃくちゃ T シャツ売らせていただいて、そうだ最初スタッフでやってもらったんで。そうです、そうです。まあ、でもいろいろあるんで、下積みがあるからね、みんなね、そうやってね、お手伝い本当なんでも関われる、プロップスに関われるってことはもう私の中でうわーみたいな、めちゃくちゃテンション上がったんで、そこからこうもうちょっとずつ、なんかオープニングちょっと出させてもらうとか、そうだそうだ、夏希さんと一緒に、それもあったね。そうです、やらせてもらって、でイントラをありがとうございますって感じで今頑張ってます。なんか教えたことないけど、俺なんかミサとかよりなんか生徒感があるな。なんでですか？なんでやろ？なんでですかね。そうそう、いうふうに考えたら、あ、レッスンしたことないんだ。そうなんですよ。そんな感じがでもしないのはマリナの技かな。技ですね。そうかもしれないですね。そうか。そうです。でもその話戻るけどさ、はい、そのロックエラーっていうのはまあ自分がやってたチームで、はい、まあ夏希とも、まあ、そこで出会ったってわけじゃないけど、まあ夏希、まあロックエラーナンバーでね、嫁さんも参加してて、はい、その時お腹にワータン娘がいてみたいな。あの時、オーディション100人以上来たからね。あ、そんなに来たんですね。でもなんか最初2人ぐらいしか受かってないって聞きました。え2人が多分、夏希さんと香織さんしか。いやいやいや、そんなことないですか。そんなんじゃなかったよ。本当ですか。
なんか、でもそれだとなんかそんないろんな噂があるんですよ。でもなんか一応枠広げてくれたみたいな。そんなんじゃ駆け込みしてるみたいな話して。いやいやいや、なんか、まあ、そのジールっていうスタジオの単独ライブナンバーだったんだけど、なんかもうちょっととにかくすげえことしようみたいな。だから GL で今まで最高人数何人ですかって言ったら40何人って、おっしゃじゃもっといったろうみたいな。でもまあ、そんなやったんですね今思えば。そうそうそう、でも俺結構50何人だよ、うんうん、まあ妥協はしたくないから半分ぐらいはちょっとごめんなさいみたいなのがあったけど、まあもうほんとちゃんと踊れる子たちばっかり50人ですげえのやろうみたいな。やったね、あれは。めちゃくちゃ思い出がもうすごいです。深夜練、ね、あったね、いっぱいしてちょっと多分 YouTube あるかな、まあ、ちょこっともしタイミングあれば動画も上げてみます。なんか、うん、で、あとはちょっとある噂を聞いたんですけど、はい、噂を、噂を、はい、でマリナ先生ってなんかすごいこう、まあ、優しいというかすごくしっかりしてるっていう優しいですよ、イメージはあるかと思いますが、実は根がめちゃくちゃヤンキーっていう噂が。違います。だから、怒ったら怒りません。めっちゃ怖いらしい。だから、生徒諸君の皆さん怖い時ありますよ、私もうだからもう、ビジネスマリナだから。だからもうめちゃくちゃ猫かぶってますから。ヤンキーっつっても、ちょっとお前、あーってちょっと口だけで言うパターンのちょっとやばいじゃないですか。もう一パターン、これしシャバゾってことだよ。こっちが行くパターンのなので、あんまりこう、舐めたことしてると、もう限界を超えた時のマリナは、もうこれがいくらしい。馬乗りになられるからなりませんよ。馬乗り旦那さんも。マウント。マウント取ります。そのイメージないけど、ごめんよ。だって、あれ、千葉出身だもんね。千葉なんだよ。大丈夫です、大丈夫です。松戸なんだよ。松戸ですけど、あのそんな。松戸ですよ、治安の日、松戸の方で育てて、育ちました。本当に信じちゃう。まあそんな感じで、ちょっと今後もこの状況が落ち着くまで、まあ、オンラインになると思うんですけど、まあいろいろ細々企画考えていくんで、例えばマリナ先生の振り付けを、まあ、俺でも夏樹でも夏先生でもなんかちょっと踊ってみたら、もうその1回しかレアなのとか、なんかちょっと面白いこととかもやっていこうかなって思うんで、まあ、ぜひ、まあね、なかなか難しいところもあると思うけどね、オンラインその画像ね、やっぱり生の方が絶対いいと思うから。でもまあね、ちょっとできないから、まあそんな感じでも、まあその分付加価値つけて楽しめるようなものをしていくと思うんで、はい、はい、そんな感じで、マリナ先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。